はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。上総介様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ちなみに上総の国はですね、皇族が上総の神ですね、薩摩の神とか尾張の神とかまあいるんですけど、守護ですよ。国主、上総の国主は伝統的に皇族がやってですね、現地には行かない、で誰が実質千葉上総の国の国主になるかっていうと、あれですよ、助と呼ばれるその皇族の上総の神の代理が来るということで、今のね、財務省トップ、官僚トップを事務次官とかですね、そんなのに言うのと一緒であります。他の国は皇族が国主をやるって伝統がないんで、薩摩の神とか、有名なとこでね、そんなのになっております。テロアサはよっぽど本名、通名、国籍、元国籍記載のカード普及が嫌なようで、あと口座と紐付けられちゃうと、関連付けられちゃうと脱税も しにくくなるのが嫌なようで、テロ朝、デマでプロパガンダしておりました。玉川徹の番組で黒田満66歳、誰だっていう感じなんですけど、誰、G7 でマイナンバー制度をやってる国は一つもないと嘘ついてですね、イタリアは個人納税者番号がないといられないとか、イギリスには国民保険番号があるとか、アメリカでは社会保障番号で管理されていると光の速さで、指摘され、嘘がバレておりました。アメリカの社会保障番号って強制ではないんだけど、これがないと車も借りれないし、部屋も借りれないし、車も買えないし、運転もできない、運転免許だ、実質ないといられない、生活できないというもんだそうであります。ネットの話、いつものテレ朝だな、嘘も大概にしろって感じ。また玉川がフェイクニュースを拡散、スポンサーに抗議した方がいいと思う。なんで息を吐くように嘘を公共の電波で流すの？解散命令出すのはテロ朝の方が先だと思う。これ統一教会よりもテロ朝の方が害悪じゃねえ。ドイツも納税者番号ある。日本政府が世界初のことをやるわけがないだろうって。何ですか、ベーシックインカムですか。どこでもやってなくて、どこも失敗しててみたいなのを、入れようって、推進してる輩もおりますけれども、世界初でなくても世界唯一っていうのは結構やってるよ。制度として外国人を生活保護するであるとか、武力放棄を謳う9条なんていうものが世界唯一あるであるとかね。黒田満64歳って何者なんだ、調べたら大阪、これなんて読むんでしょうね、松陰女子大学非常勤講師なんだバイトか、大阪松陰だか桐陰だか、わかんねえ読み方、女子大の非常勤講師で自治体情報政策研究所というのをたった一人で運営してる友達のいないやつでした。この程度の肩書きでなんでテレビに出れるのか不思議なんですけど、暴走する安倍のマイナンバーカジノ入管にまで政府が描く国民総背番号制の驚愕の未来図の予想、正体黒田満、なんていう記事も書いておりまして、 IWJ に、左翼の雑誌、左翼の機関紙 IWJ にこんな記事も書いてありまして、安倍側幹部の模様ですね。なるほど。ただの社員で何の専門家でもない玉川がテレビに出て大威張りしてんのも謎ですけど、黒田満もその手合いでお仲間なんでしょうね。総評連、総評会館、総評って労働組合でしたね、確かね。カード反対なんつう講演も、してるらしいし、局が書いた台本を嘘でも何でもそのまま言ってそれを恥じないっていう才能が評価されたんでしょうか、玉川と一緒に。
局が書いた台本を、そのまま喋る、嘘でも何でもという才能、そして恥じることがないっていう、本当にあのテレビは外得だな、解散命令を急いで出すべきなのは全部のテレビ局だわなって思っておりますけれども、統一教会よりも、あっちはね、あの騙される方が悪いんだから信じちゃって、もちろん統一教会はなくなってほしいとは思っておりますけれども、基本ね、あのホストクラブみたいなもんで、ホストに入れ上げて女の子が通って破産しようが何しようがそのホストクラブ潰すべっていう話にはならないんじゃないかなって、思うんですけどね、総務省発表、年代別テレビ高位者率、高位者率なんかあのやらしいあれかなってちょっと思っちゃいますけど、テレビ高位とはテレビをリアルタイムで10分以上見ることだそうであります。高位者じゃないってことは、まあ、全部録画で見てっかテレビがないかどっちかですね。ワイドショーを録画してまでは見ないだろうから、まああの映画とかそんなのでしょうから、高位者じゃないイコールテレビの洗脳を受けない人と考えて良さそう。そういう人はまああのたまにやる映画とかなんかあのお気に入りの歌手さんとかそんなの見てんのかな。まあとにかくワイドショーは見てないでしょ。あれはあのリアルタイムでダラダラ見るもんですしね、その日のことで。こちらの図なんですけれども、全ての年代で女性の方がテレビ見てる、高位者が多い、一番テレビに使っているのは 91.2% の50代女性、こちらですね、50代女性で平均視聴時間は1日344分イコール5時間44分、91.2% の50代女性が5時間44分見ている働く以外寝る以外はテレビ見てんのかなーって、1日見てんのかなーって、うわーって感じ。一番少ないのは20代、男性 51.4%、女性 44.8% がテレビを見ていない、テレビから解き放たれている。60代でも男性 8.8%、 女性 7.1% の、テレビから解き放れた、エリートさん、下脱している方が存在する、エリートですね。一番テレビ見てる50代女性だと下脱してる人は 8.8%、これ超エリートですね。あの50代女性1日6時間近くテレビ見てから平均で、休みなく、何時間、年間何時間見てんだって、感じなんですけど、ね、人生の4分の1テレビ見てるってどうかと思うよ、50代女性は。もちろん見てない方はエリートさんですけどね、前年代平均で男性 31.2%、 3割、女性 19.8%、 約2割がテレビから下脱してらっしゃると、この率は今後下がることはないので、テレビの未来は暗い、真っ暗、暗いが1秒でも早くテレビが滅びるように頑張りますと、テスラ社のイーロン・マスクがツイッター社を買収完了と発表、 6.4 兆円だって、ちょっと高すぎんじゃねえかなって、思いますけれども、なんでかんで欲しかったらしくて、最高経営責任者、最高財務責任者、最高法務責任者、最高セキュリティ責任者を即解雇即解雇さらに理不尽に削除されたトランプ大統領のアカウントが10月31日に復活すると発表、うひょひょですねこれね、ネットの反応です。おーいいね、盛り上がってきた、左翼発狂、明らかに中国共産党に忖度した番だったしな、中国べったりのメルケルですら非難してた、大量にいる五毛がどうなるのか知りたい、現役大統領アカウント凍結はネット市場の汚点として後世に残るであろう。そうだよね、現役大統領のアカウント削除しちゃったもんね、なんか変な何だっけな、同志っつったっけ、その当時の変な責任者同志だっけ、ですよね、現役大統領のアカウント削除はいくらなんでもやりすぎでしょ。共謀共悪の限りを尽くしている芝木隊関係者、フェミさんたち、ゴモさんたちのアカウントはどうなんのかな今後、ツイッタージャパンも影響を受けるでしょうね、ツイッタージャパンの経営責任者も
法規責任者も、セキュリティ責任者も、首しくね。首しくね。13万3000のフォロワーがいて、参院選にも出た靴沢に、相変わらず公式マークくれねえの。別にいないっすけどね。まあ楽しみだな。左翼発狂、マスクは寝とうよと言い放ち、事なきを得た。得てないんですけどね。寝とうよって言えば安心すっからな、あいつらバカで。確実に情勢は変わっておりますね。人それぞれの正義があるんで、正義は勝つは誤りですね。誰しもにとって正義っていうのはないから、存在しないから、人それぞれに正義があるんで、正義は勝つは誤りだが、真実は勝つっていうのは本当じゃないか、って思います。時間かかるけれども、真実は勝つ、最終的には、ではないかと思っております。キャノン会長、中国と台湾に戦争リスクがある、メイン工場を日本に戻す、円安で日本人が安い。この野郎ってちょっと気に食わない発言。まあ工場が日本に戻ってくるのはいいですけれども、気に食わないですね。なんか言いぶりが。すでに年初に中国工場を閉鎖済みだそうであります。ネットの話、今更感がてんこ盛り。こいつは派遣切りやすさ超人だぞ。中国に技術を渡してきた連中は国賊。初めっから行くなよバカなのか。日経新聞に騙されて中国進出したバカ。こいつ無能すぎ。こいつが経団連会長だった時にせっせと中国に技術移転したんだぞ。キャノンの手洗いってまだいたんだってのが正直なとこ。まだキャノンの実権握ってんだ。長いな。87歳だって。いい加減引退して更新に道譲ったら、どうせテレビしか見てなくて情報偏ってんだからさ。経団連会長時代にせっせと派遣切りやってですね、共産主義者って呼ばれてた人なんですね。今回の国内会期もいまいち人気ないのは過去の悪行でそうなってんのかな。あと言いぶりが悪い。日本人が安いんで戻しますみたいな。ふざけんなよって感じなんですけどね。1945年敗戦により日本政府の主権喪失。占領軍、政府、GHQ が統治を開始。1951年、日本国の諸々を定めたサンフランシスコ条約により主権返還。GHQ の統治終了。本当の終戦。日本にとっては本当の終戦が訪れた。サンフランシスコ条約に参加しておらず、日ソ不可侵条約を一方的に破って占領した北方領土を返しておらず、そんなこんなで平和条約も締結してないんで、厳密には今も戦争中って言えなくもないロシア、日本とロシア、今でも戦争中って呼べなくもない。終戦措置とか終戦宣言とかしてねえから、ロシアの最近の様子であります。アンドレイ・グルリョフ国会議員、ウクライナのインフラを破壊して民間人を飢えさせ、投資させればいい。司会、そうだそうだ。テレビ番組で、うわー、非武装民間人殺傷は戦争犯罪だぞ。どこでも厳しく非難されるぞ。キリエンコ大統領府第一副長官、戦争責任は NATO にある。ロシアは被害国だ。先に侵略始めた側が、戦争を始めた側が被害国って一体なんだよ。ロシア政府、HIV 患者、C 型肝炎患者、精神病患者、囚人を5000人徴兵。社会生活に支障あるレベルを精神病って呼ぶんですけど、例えば綺麗好きとか潔癖症な人はいるじゃないですか、中には。それの度が過ぎてですね、日常生活に支障をきたすっていうと、精神疾患って疾患ってなんですけど、まあまあそれが度過ぎなくて、多少綺麗好きとかね、多少潔癖症とか、まあ生活に支障をきたさないなら疾患って呼ばれないんだけど、精神病って呼ばれる日常生活に支障がある方たちが、を兵士にして、兵士の生活できんのは、ちょっとうーんって思っちゃいますけどもね。
あとはあの囚人ってね、一般社会のなんかの決まりを破って囚人になってるわけじゃないですか。そういう人が、兵隊やれんのかな、決まりとかあの厳しいんじゃないの兵隊さんって。アレクセイ・チェパ下院議員、女性も徴兵すべき。ベイトマンの法則ってありますね。何回も言ったんで、知ってる方も多い方も思いますけれども、あらゆる種で出産に多大なエネルギーを費やすメスがオスより価値が高い身も蓋もないですけど、だから男は徴兵されて、まあ男の9割ぐらいいなくなってもなんとかなっかーみたいな、まあそれに反している発言ですね。ロシア政府適正言語禁止法案を下院に提出、ロシア語を保護するため。なんか戦争末期、ストライクっていうのはダメでよしとか、ボールはダメとか言い返したらしいんですけど、まあまあ朝日新聞が先導して、やったやつですね。惑わされた民衆はそれやってましたけれども、英語禁止みたいなね。日本政府はやってなかった、禁止にしてなかった。海軍とかで英語禁止にしちゃうともう動けない。船の部品とか英語多いんでね、 船の操作のレバーとか、レバーとかどうすんだよって話。日本語でなんて言うの、操縦取ってとか言うんですかね。プーチン大統領、停戦交渉がまとまりかけてたのにアメリカのせいでダメになった。あはははへーとしか言いようがない。へー。ロシア正教会、プーチンを首席エクソシストに任命、悪魔払いし。だって、ウクライナはネオナチでなく悪魔になったって、ことらしいんですね。悪魔はお前だろってツッコミ多数入ってありました。特別作戦だこれは、ウクライナの民をネオナチから救うんだって言って始めたんですけど、そのうちこれは戦争だ、 NATO は、責任取れみたいな、うちは被害者だみたいなこと言い出して、そのうち聖戦とか言い出しますよね。これは聖戦だ、何のカルトだって、国中カルトになってるのが、面白い面白い。まあ旗から見てる分には、日本にとっては、ロシア鼻血も出ないほどズダボロに負けて、国力がすげえ減っちゃって、北海道に攻める元気なくなってっていうのが国益ですから、何が事実であろうと何が嘘であろうと、ロシアが弱ることが日本人の利益であります。だってまだ厳密に言ったら戦争を継続してる国ですからね。その辺ね、若手の人がロシア擁護してますけれども、最近はおとなしいな、ロシア擁護する人も、プーチンはヒーローだなんて、言う人も珍しいな。ここまで言っちゃうとね、なんせ国家主席エクソシストプーチンですから、はぁ、ロシア正教会が、笑っちゃいますね、本当にね。というわけで、メール党員さん大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。